どうも、チューバーチャンネル TV、神庵です。今回も、アサシンクリードオリジンズ、続き、やっていきたいと思います。さあ、ビトルビーストのところへ移動。さあ、牙を呼びまして、ビトルビーストのところに向かっております。さあ、バイク相変わらず、裸に近いスタイルでお送りしております。そして素手も変わらず。さあここから上に登っていく。さあこの上を登っていくようです。おっと、これは登れないんじゃないか。さあ向きというか登る場所を変えていく。さあこの裏から登れそうだが、登れそうだ。さあ上に上がっていく。さあまた上に上がる。さらに高いところまで上がる。おっと、ここはシンクロポイント。さあシンクロしていこう。シンクロ完了。さあそうしたらこっちの方に行く。ドラクマやアイテムをゲットする。さあまた上に登ってしばらくまっすぐ行く。さあこの辺りから下に降りて行きたいところ。さあどうだ、降りられそうだ。さあうまく下に降りていく。さあまだ地上までは遠い。おっと、これはまずい。このまま降りては。さあこの足場からゆっくり降りていく。さあ今回はダメージを受けていない。さあビトルビウス発見。バイク、どうだ、調合所あったか。エジプトが今日燃えることはない。そうか、よかった。アグリッパ将軍は素直に渡してはくれなかった。はあ、良いローマ人だった。だがそれだけで良い人間になれると勘違いしていたのだ。フラウィウスは皇帝の話をちらつかせてアグリッパの野心を煽った。彼らの進む道が多くの死につながらないか心配だ。その前に自分が死ぬだろう。お前はいいやつだな、ウィトルウィウス。見ていればわかるさ、言動をな。そうありたいと思っている。重ねて礼を言うよ。お前はエジプトの民にとって真の守護者だ。クエスト完了。火遊び。さあそうしましたら牙を呼んで新しい目標地点に向かっていきたいと思います。どう？さあここからジャンプ。さあダメージを受けることなく降りることができました。さあ目標地点はこの先のようだ。慎重に進んでいきたい。何があるかわからない。ん？野生動物がいたような気がしたが、まあいいでしょう。さあどうやらこの先のようだ。なんだこれ、肉食動物のようなのがいた。さあこれは牙を使って全速力で逃げるしかない。さあ目標が近い。さあ意味のない檻を開けてしまった。さあ壺を破壊。さあどうやらここらしいの。おっと声がする。
エジプトに勝てない。シルフィウムの窃盗は死に値する重犯罪だぞ。あれは民を助けるものよ、ローマの貴族のものじゃない。舌を切るべきだな。そうすれば。さあこれが終わるまでちょっとしばらく待機。セベルス様が砦に連れ戻さなかったことに感謝するんだな。セベルスに伝えて、部隊一のクソ野郎だって。みんなそう言ってるわ。私たちは屈しないわ、ウジ虫野郎。エジプトでも、キレナイカでも。釘を打てば泣き叫ぶ。誰でもな。私は屈しないわ。貼り付けにされたら、そんな繊維もなくなるさ。殺して欲しくなるだろうよ。アパテ、仲間が暴動をやめないなら大勢が死ぬぞ。もし殺されても、神々が迎えてくれる。民衆の声などクソくれ。取るに足らないシワの厄介者め。いいか、サネズミの誰の果てだ。さあセネを呼んで貼り付けの形状だ。どこかに敵を探していく。さあ早速発見、テイクダウン。みんなそう言ってるわ。さあ口笛を使っておびき寄せる。さあ一人だけキッターが、おっとバレてしまった。さあバイク素手で立ち向かう。さあ案の定敵にガードされてしまう。さあ一人倒した、残り一人。さあオーバーパワー決まった。おっと危ない、見つかるところでした。おっと今のはかなり危ない。敵が続々と集まってきた。さあテイクダウン成功。おっとまたバレてしまった。さあ倒した。さあこれで救えそうだが。あなたなの？さあ捕虜を助け出した。嘘みたい。久しぶりね。まずはこの場所から脱出しよう。さあどこに行くんだ。やつらは増援を送ってくるわ。長居してはダメよ。ようやく止まった。心配してたんだアパテ。ローマ兵の悪行を見てられなかったの。奴らがシワで何をしたか聞いた？この目で見た。どうやらこの女性はバイクの知り合い。ブラシノスの隊長セベルスは猟奇的な奴よ。あいつは民に苦痛を与える方法を毎日考えてるの。そして夜が来るたびどこかでそれを仕込んでる。奴がいる限り反乱なんてただの騒ぎに過ぎないのよ。ケムはお前の強さと心のありようを好んでた。子供時代は自由だった。みんなで狩りに行って笑い合ってた。それを次の世代に残すの。俺が拷問者を殺す、アバテ。奴に自分がクソ野郎だって分からせてやって。拠点をやるなら私は仲間と加勢する。あいつを見つけて、私は戦士の残りを集める。さあ牙を呼んで目的の場所に向かう。おっ
とこれは人だ。ちょっとえぐいな。さあこちら、クラシノスの拠点。さあ牙を降りて敵の野営地に入り込んでいくバイク。もうちょっと見渡せるところでセネを呼びたい。さあここからセヌを呼んで敵の人数を把握、そしてターゲットを発見。おお、結構敵の人数がこれは多いですね。まあこんな感じでまずはこの真下から攻めていこう。さあ効率よく倒していくにはテイクダウンをしていくしかない。見つからないようにするのがベスト。さあテイクダウン、踏みつける。さあもう一つ踏みつける。おっと、なんだなんだ、捕虜みたいのが来た。敵は炎で燃えている。しかし抵抗してくる。さあ倒すことができた。おっと、これ仲間っぽいな。助けに行かないとやられちゃう。見て、危ねえな。さあ倒した。まだまだ敵はいる。こいつも敵か。おっと痛い。さあオーバーパワー炸裂、敵を倒した。まだまだいる。さあ撃破、この調子でどんどん倒していきたい。おっとここにもいた。さあ倒した、ドラクマをゲット。さあ扉を開ける。捕まっている捕虜を救出する。さあいい感じだ。ここにもいる。おっと、なんだこいつ、やばいやばい。でかい。おお、なんかいる。どっから出てきた。横からも。こいつは敵か、味方かと思ったら敵だ。すげえ油断してた。さあオーバーパー倒していく。いい感じだ。さあここも開けていくのはまずい。ライオンだあれ。いやー、間違えたら恐ろしいことになっていた。おーっと、盾で投げ払われた。痛いんだけどそれ。全然背後が取れない。強えなこいつ。さあオーバーパー、槍だ。馬に乗ってるやつも厄介。さあともう一息。なかなか防御を崩せない。危ない。槍でつつかれる。痛い。さあようやく倒した。
あとは馬に乗っているやつか。なかなか当たらない。さあ、オーバーパー。馬まで倒してしまった。これはちょっと申し訳ない。お、弓兵、くっそ、遠距離攻撃しやがって。おっと、また槍が出てきた。さあ倒した。いい感じだ。おっと、あれ援軍か。あまり見つかるのはよろしくない。さあ逃げろ逃げろ。さあこの上に行く。どうやらこの山の上にいそうだ。さあ騎馬を呼んでこの上に行こう。さあ崖を登っていく。アポロの神殿。さあどうやらそこにいる。しかし上からセネを使って偵察。なんかあるな。そこにターゲットはいるが、まあ、すぐにはどこかには行かないでしょう。この場所、この社、聖なる力で刺されるようだ。神官が俺を呼び寄せている。ここだ、シンクロポイントは。感じる。こんな上にある。さあ登ってシンクロ。シンクロ完了。さあそうしたらジャンプ。どっか行っちゃったか。いた。さあ静かに倒していく。やつらは偉大なクソ野郎を失うことになる。見物だな。クエスト完了。今を生きろ。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。